北九州？東京オリンピックや甲子園が無事に開催され、盛り上がりを見せた2021年でしたが、その暑い夏の裏で、高校生たちが熱い戦いを繰り広げていました。そこで今回は北九州地区の高校陸上界の2021年の総括をしていきたいと思います。間違いがあるかとは思いますが、温かい目でご覧ください。県総体。5月は各都道府県で北九州大会の切符をつかむべく、激しい戦いが繰り広げられました。そこで、各都道府県の総合得点の順位を紹介します。九州屈指の強豪県、福岡では男子が東福岡が優勝、その後は大牟田、福岡第一と5点以内に上位3校が入るという大接戦でした。女子は中村学園女子が優勝、その後に筑紫女学園、北九州市立が続きました。佐賀県は男子優勝が佐賀工業、その2点差で長距離の強い鳥栖工業が入りました。女子は佐賀清和、佐賀北と男女ともに強豪校が上位を占めました。長崎県は男子が長崎日大、諫早農業、西海学園、女子は諫早、長崎日大、順心女子が続きました。大分県は男子が、杵築、大分荻野台、長距離王者の大分東明と続きました。女子は大分西、全国屈指の強豪大分荻野台、杵築と続きました。北九州総体、6月17日から4日間かけて行われた、第74回北九州高等学校陸上競技選手権大会。今年は大分県の大分スポーツ公園、昭和電工ドーム大分で開催されました。では早速総合順位を見ていきましょう。こちらが男子の入賞校になります。やはり上位校は福岡県勢が上位を占め、大牟田、東福岡が入り、その他にも小倉工業、自由が丘、福岡第一と福岡県勢が5校入りました。また長崎日大は3位、諫早農業は7位と善戦しました。女子も福岡県勢が上位を占め、中村学園女子、筑紫女学園、北九州市立と県内を代表する強豪が占めました。またその次には大分荻野台、大分西と大分県勢が活躍を見せ、西海学園や諫早といった長崎県勢も善戦しました。全国総体。今年のインターハイは桐生選手が日本人初の9秒台をマークした場所、福井県の 9.9。8スタジアムで行われました。今年はコロナの影響で一部強豪校が出場辞退させられるなど波乱を呼びました。そんな全国総体での北九州勢の活躍を見ていきましょう。こちらがインターハイで入賞した選手たちです。福岡県勢は12個の入賞を収め、特に男女の競歩では大牟田の古賀選手が優勝、順心の田村選手が5位と男子がダブル入賞、女子の柳井選手も見事優勝しました。佐賀県勢は短距離種目で男女ともに優勝者を輩出しており、男子200メートルでは佐賀工業の田中選手が見事に優勝。女子100メートルでは佐賀北高校の長石選手が11秒65のタイムで優勝しました。長崎勢は男子8種競技で池田選手が5351点で5位に入り、女子400メートルでは諫早の小八選手が4位に入りました。大分県勢は男子やり投げで薬師選手が4位、女子400メートルリレーで大分荻野台が6位に入賞しました。県駅伝。県総体の熱気がまだ帯び続ける中開催された高校駅伝県予選。そこでは全国の切符をつかむべく、激しい戦いが繰り広げられました。福岡県は男子が自由が丘、女子は北九州市立が見事優勝を決めました。佐賀県は絶対王者の鳥栖工業が12年連続46回目の優勝を決め、女子は白石が佐賀清和との強豪校対決を制し優勝しました。長崎県は男子が松浦高校、女子は諫早と公立校が見事優勝しました。大分県は男女ともに強豪の大分東明が優勝しました。全国駅伝。冬の風物詩となった全国高校駅伝。今年も例年同様、京都都大路で12月26日に開催されました。ここではそんな全国高校駅伝の北九州勢の活躍を見ていきたいと思います。男子は11年連続出場の大分東明が4位に入りました。
他には鳥栖工業が10位と前線、自由が丘が20位、松浦が29位でした。女子は長崎の諫早が2区の水谷選手が3位、3区の川口選手が2位の走りを見せるなど総合8位に入賞しました。他には北九州市立が9位と前線し、大分東明が17位、白石が22位になりました。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また2022年の陸上界も期待しましょう。